規定ではです。今回は昨日の動画で言った通り、バイブの動画を焼いてあります。まあこんな感じになってますね。ありがとうございます。真っ黒ですね。なんか、匂いですと、そうですね。ブラジルのココナッツみたいな匂いしますね。ココナッツとチョコを足して2で割ったような香りですね。ありがとうございます。あと特徴としては、金のラインが入っ、帯というか、ラインが入ってる感じですかね。まあ、黒いフィルターというか。まあ、全体的に黒いのが特徴ですかね。まあ、香りとしては何ですかね。まあ、このタバコ久々なんで、まあ覚えてないですけど、なんか、チョコレートとも言えないですし、ココナッツとも言えないですし、まあココナッツ系っちゃココナッツ系なんですよね。フレーバード。シュワレッツ、エクスペリアンス、ツイズ、シティ、バイブズ、バイブ。まあ、詳しい内容わかんないですけど、メールイン、ポーランド、ポーランド。ポーランドって書いてあるんで、ポーランドだと思いますね、メールイン。で、タールが10ミリの、ニコチンが0.8ミリグラムのタバコですね。あと、ガランホールじゃないですけど、フィルターも甘いっすね。まあ甘さで言うと、ブアデミのチョコぐらいですかね。で、20本入りで450円です。まあ、シュワイの風にも近いですよね。レインボーにも。味わいは。まあ、ココナッツですね。これ、バニラじゃなくて。うまいことはうまいですよ。なんか目線が下行ってますね、今回。いや、もう、あれっすね。なんか、もういいっすわって感じですかね。まあ、タバコのことじゃなくて、まあ、仕事とかそういったその他のことですね。まあ、これから、まあ、ミクシーの日記書くんで、まあ、それ、マイミクさんだったら、まあ、多分、言ってる内容がわかるなと思いますね。で、あと関係ないですけど、これ言うかな？言わないと、言わないでおきます。まだわかんないんで。まあ、トップシークレットってことで、まあ、今までとは違う流れの話ですね、今、言おうとしたのは。今日はめんどくさいんで、髪の毛セットしてないですね。まあ、昨日のセットしたうちは入んないですけどね。まあ、本当の髪の毛洗ってそのままみたいな、そのまま乾かしたみたいな感じですね、今は。
ちょっと手元に、ブラデミのチョコのパッケージあったんで、匂い嗅いでみますね。やっぱし、違いますね、若干。多分やっぱり、ココナッツだと思いますね。はい。まあ、例えで言うと、ブラデミのココナッツあるじゃないですか。真っ黒な。あれをフィルター甘くしたみたいな感じですかね。まあ、甘すぎるのが嫌いって方は、ブラデミのがいいかもしれないですね。お、寒っ。なんか、急に冷え込みましたよね、今日は。5時から6時までぐらいだったら、まあ、そこまで、5時から8時ぐらいなんですね。まあ、そこまで寒くなかったんですけど、急に9時過ぎぐらいから冷え込みましたね。まあ、冬の、あれですかね。あと、日が長くなりましたね。はい、また。冬至過ぎて、立春でしたっけ、今。あれ、違う。まあ、暦のことわかんないですね、あんまり。はい。あれ、暦ですね。はい。はい、間違ってた。あれ、違う。潮見、違う。潮見は、潮。何ですかね。暦合ってるんですかね。まあ、よくわかんないんで。まあ、ツッコミは、まあ、入れたい人は入れてもいいですし、入れたくない人は、まあ、スルーしてもらってもいいですね。今回の、今の暦の話は。はい。まあ、個人的には、暦合ってると思ってるんですよね。はい。結構、燃焼時間長いっすね、このタバコ。今気づいたんですけど。燃えが遅いっすね。なんか喋り方は、もう NTNT2353 したみたいな感じの喋り方になってましたね、今。今気づいたんですけど。はい。タバコはこんなもんでしたね。今回、ここにて、終わらしたいと思うんで。まあ、片言も、以上でなくなってきたと思うんで、今回これにて、まあ、失礼させていただこうと思うんで、ご視聴ありがとうございました。次回は何だろうな。また、雑コミファ、まあ、そういった感じの話題で、まあ、行こうかなと思うんで、よろしくお願いします。多分、途中で返し切れてないやつとかも結構あると思うんですよ。雑コミ、じゃ、雑コミ返しか。7回くらいから、まあ、7回くらいのやつ、途中で終わってると思うんで、まあ、その途中で終わったところから、まあ、返していこうかなと思うんで、よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。